戦争？ああ、お前にはまだ説明していなかったな。もうじき、そうだな、あと数日以内にこの世は戦乱に巻き込まれる。第四次忍海大戦、美獣をかけた戦いだ。だが安心しろ、キュービを殺したりはしない。キュービにはお前をぶつける約束だからな。とはいえ、お前は目を移植したばかりだ。今しばらくここで静養しておけ。ようやくここまで来た。もはや俺の計画は成就寸前。もうすぐだ。第五章、暗躍する者。なるほどね。なかなか大変だったみたいだけど、よかったね。キュービチャクラを手に入れることができて。キュービチャクラをものにできたことも確かに嬉しいことだろうけど、それより母親に会えたことがナルトにとって何よりも大きな収穫だったようだね。よう、キュービチャクラはどんなもんだい？使い物になるか、それが問題。キュービのチャクラは俺ん中の別の場所にとってある。いつも使ってるってわけじゃねえ。必要な時にキュービのチャクラを呼び出して俺の力にする。ん？こんな感じでな。これがキュービのおかげで急激パワーアップ。いいえ。何？それで隠れてるつもりかよ。何か別のチャクラを感じるのか？感じるんだな、別の存在。それに気づかぬ俺は存在。チャクラじゃない。なんかこうモヤモヤした悪意みたいのを感じる。それだ、その憎しみや悪の感情を感じ取るようですね。お前は暁のサメ野郎。なぜだ。あの時お前は確実に俺が倒したはずだ。あなたと戦っている最中、隙を見て偽物と入れ替わっただけの話ですよ。本物の私はサメ肌として常にあなたと共にあった。何？霧隠れの術。ハチビ、あなたのそばにいたおかげで忍び連合の情報を随分と集めることができました。感謝しますよ。あいつ、情報を持って逃げるつもりか。逃がさない。いよ、真実の滝だと。ナルトはそんな危険な場所に向かったってのか。ええ。青春の中でもがく若者を放ってはおけない。ナルトのもて俺は走るぞ。この人ちょっとあれなんで。すみません。いえ。行くぞ青葉。あ、やっぱり俺も行くんですね。おっと、
ここが真実の滝か。話によると、ここに座って目をつぶると真実の自分が見えるそうですね。どうです、ガイさんもやってみては。バカを言え。そんなことよりナルトの応援に行くのが先だ。そんなに怒らなくても。あ、もしかして本当は自分の真実を知るのが怖いんじゃ。ん？何よ、俺が怖がっているとでも？ノープロブレーム。そこまで言うなら見せてやる。何者も恐れぬ強靭な精神を。え？なんだこいつは。え？こんな変な奴が俺の真実の姿なんだ。違います、よく見てください。そいつは暁です。確か名前は星垣貴様。星垣貴様？まさかこんなところであなたに会えるなんてね、珍獣。このサメ顔、どこかで。そんなことより、そこをどいてくれませんかね。ガイさん、そいつを逃がしてはダメです。暁のお前がここで何をやっている？それをあなたに教えるとでも？いずれにせよ、お前を逃がすわけにはいかない。いいでしょう、あなたとの縁もどうにかしたいと思っていたところです。この大刀サメ肌で削り切って差し上げましょう。なるほど、相当できるようだな。だが、これは青い文字を。サメごときに決して遅れは取らんぞ。戦闘開始。お前、まったく、なんと記憶力のない方でしょうか。こうしてあなたと戦うのは3度目なんですがね。一方三段の術。刀を振る。この姿はどこかで。まあ、無理に思い出す必要はありません。思い出したところで、あなたはすぐに私に倒されてしまうのですから。ちぎうことだ。やりますね。俺は青い猛獣。誰もこの俺を止めることができん。いいでしょう。私の力であなたを止めて差し上げましょう。このまま勝負を決めるぞ。そうはいきません。私にはやるべきことがあるんでね。ひらきぶ海賊剣音はい勝負はい。かつて拳を合わせたあの忍びに匹敵する相手だった。燃えろ聖者。勝負あり。サメの牙では猛獣を食らうことはできん。覚えておけ。
終わりだ。俺の勝ちだ。まさに珍獣。これほど体術の強い忍びは珍しい。あなたとは三度目ですが、まさかここまでの敗北を味わうとは。まあ、あなたは私のことなど覚えていないようですが。ガイさん、やったのか。激前先生ってばすげえ。そいつを倒すなんて。そのまま奴を捕らえてください。その後、俺が記憶をたどって情報を引き出してみます。木の葉の情報部の者もいるのですか。よし、このまま奴を拘束する。手伝うってばよ。まだ動けるのか。気をつけて、何か仕掛けてきますよ。この状況、今の私に逃げ道はなさそうですね。ですが、ここの情報だけは。危なかったってばよ。最後の悪あがきってやつか。これで私の役目は終わりですかね、イタチさん。今日からあなたと組むことになったものです。元霧隠れ忍び刀七人衆の一人、星垣キサメ。以後お見知りおきよ、内葉イタチさん。あなたの噂は聞いています。内葉の同胞を皆殺しにしたという噂は。同胞を殺すあの感覚はとても口で言えるもんじゃありませんよね。私も同じ境遇にあるもの、あなたの気持ちはわかりますよ、イタチさん。よく喋るな、お前。まあそう言わずに仲良く楽しくやりましょうよ。一度でも仲間に手をかけた人間はろくな死に方をしないものだ。覚悟しておけ。ならあなたも私もすでにろくでもない人間ってことですね。いや、どんな奴でも最後になってみるまで自分がどんな人間かなんてのはわからないものだ。死に際になって自分が何者だったか気づかされる。死とはそういうことだと思わないか。イタチさん、どうやら私はろくでもない人間。まだ何かするつもりか。みんな注意しろ。でもなかったようですね。自爆。さっきのは水分身だったのか。いや、そんな素振りはなかった。多分本物だ。イタチとツーマンセルで組んでたほどの男がこんな死に様だとはね。でも敵の俺たちに仲間の情報を渡さないためにやったんだ。暁の中にも仲間のことを思って動く奴らがいるんだってばよ。敵ながらあっぱれだ。忍びの生き様は死に様で決まる。星垣貴様、お前のことは一生覚えておこう。リンネが長門の隠し場所を素直に話す気はないようだな。あなたが私の前に来ることは分かってた。一つ問う。なぜお前らほどのメンバーが俺を裏切った。渦巻きなると、奴にそれほどの価値があるとでも言うのか。
彼は光だからこそ希望の花を持てる。俺に牙を向けるというのにまだ暁の衣を着ているとはな。暁は弥彦の作った組織、この衣は私たちの正義の象徴。あなたのものではない。そしてリンネガンは雨隠れの忍び、ナガトが開眼したもの、やはりあなたのものではない。お前は二つ勘違いをしている。どうせ最後だ、教えてやる。何？暁を弥彦に立ち上げるよう仕向けたのは俺だ。そしてリンネガンをナガトに与えたのも俺だ。だから返してもらうと言った方が正しいか。まあいい。俺からすればお前はリンネガンの在りかを知るただの小娘に過ぎ、お前を捕らえればどうにでもできる。ウチハの動力をなめるなよ。あなたの言っていることなど所詮眉唾、信じるに値しない。私も長く、そして弥彦も、私たちは私たちの道を歩いてきた。そこにあなたはいなかった。三人で見てきたものこそが真実だ。今となってはどうでもいいことだ。どうせお前たちの道とやらはここで終わるのだからな。道は終わらない。私が終わらせない。平和へと続く道を私たちは最後まで歩いてみせる。いいだろう。ならばその道を守ってみせろ。暁らしく実力でな。戦闘開始。あなたはやめ、光のない世界、花は枯れるしかない。ならばお前も枯れ散らしてやる。あとは好きな、これくらいやってもらわねば。余裕でいられるのも今のうちだ。今にあなたは私に屈することになる。それは注意して。あなたのことは熟知して、弱点も全て。なるほど。伊達や水晶で俺と対峙したわけではない。この木を逃しはしない。必ず仕留める。届けもらう。あなたには見えないだろう、ナルトの持つ強い光が、式神の舞。勝負あり。もう少しよ、弥彦、長門。